自家製麹チャンネルですね。今日も見ていただいてありがとうございます。はい、今回のゲストはですね、もう大学生の頃からね、授業を始められて、もうすでに19年、20年の、起業家歴をお持ちでですね、本当にものすごいたくさんの経験をされてきていらっしゃる原田翔太さんをですね、ゲストにお迎えしています。本当にね、ご自身いろんな顔をお持ちになっていて、本当そのね、創業期、大学生でどうやって創業したのかっていうところとか、もう本当にね、たくさんのいろいろな枠、いや、本当に壁みたいなところをね、お話を、本当に今の原田翔太さんがなぜ今原田翔太さんになったのかっていうね、お話をたくさんね、魅力的にお話しいただいてますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい。では、原田翔太さん、お願いします。自己紹介をと言われたので本を取ってまいりまして、じゃん、こんな本を出しております。絶対おー。領域という本を書いてるんですけども、19の頃から起業して、今38の年なんですけども、まあかれこれ20年近くですかね。いわゆるインターネットビジネスみたいな世界の中で、仕事をしてきました。まあ本当にいろんな仕事をしてるんで、一個一個挙げてるとキリがないんですけども、ざっと言うと いわゆるインターネットマーケッターとしての顔が一つで、あとは、人と会社のプロデュースの仕事をやってます。で、あと医療系の教育の会社をやっていたりとか、まあ、昔もう辞めちゃったんですけども、検索エンジンマーケティングの会社やってたりとか、あと僕個人としてはこういう本格作家でもあるし、実はミュージシャンでもあって、ここにあるわ。もうメジャーデビューを実はしてます。ビクターっていうところから CD を出したり、あとフォトグラファーとしての顔も持ってて、今お話している鈴木さんの今使われているメインプロフィール写真ですか、あれは自分が撮らせていただいたやつのはずなんですけど、などなどいろんな仕事をやっている、今でいうパラレルキャリアみたいな感じの、勝手みたいな感じの存在なのかなっていうふうに自分では思ってますって感じです。ありがとうございます。この弱小 YouTube にお越しいただいてありがとうございありまがとうございます。僕も逆境なんで、本当に。みんなで頑張りましょう。いや、超ビッグなんですけどね、もう原田さんはね。この原田翔太さん、私、本当原田さんにすごい、いろんな原田さんにお世話になっていて、ねえ、なんかおじいさんの方の原田さんもいるし、そうなんですよ。デブの結方の構、原田さんもいるしみたいなね。そうなんですよね。で、なんか最初に、IT 業界でお世話になった先輩も原田さんだったんですよ本当ね。ですか？そうなんですよ。だから、パラダイムがあるんじゃないなんかもう本当に、なんかビジネスの要所要所には原田さんがいるっていうね、のすか？ごい。原田見つけたらなんかあるんじゃないかと思ってたんだけど。もう思っちゃいますね。もう本当にそのぐらい原田さんにはめちゃくちゃお世話になっておりまして、こうさんのね、との出会いのきっかけも作っていただいて、原田翔太さんが開催されていたね、まあそうですよね。さんとの、やつで、まずは、いや、原田栄光をね、YouTube にあんな感じで出せるなんて贅沢だよ、鈴木さん。はっきり。ありがとうございます。本普通出ないからね。当に、そうです。まあ、ぶタっイこミみン力グでがすね、よ、そこら辺はタイね。ミングがやっぱ原田栄光さんも今後なんか YouTube 始められるっていうそうタイだね。ミングだったので、本当にもうタイミングがよくね、本当にお話しいただけて、もうね。すごいもう皆さん、ママたちが本当に栄光さんの言葉に、なんかもう、ママ頑張ろうみたいな、ママが引っ張っちゃいけないとかね、やっぱりこうやりすぎちゃいけないっていうのをすごい感じてらっしゃるので、すごいありがたいいタイミングだったですよね。ちょうどね、YouTube 始めるタイミングだったっていうのもあって、出やすいタイミングだったんでしょう、きっと。そうなんです。本当に素敵な出会いをさせていただいてありがとうございます。本当に。とんでもござい原ま田す。さんのおかげです。ありがとうございます。はい。でも原田さん、本当に大学卒業、在学中にもう、あれですよね、ビジネスをスタートされてらっしゃるっていう感じですよね。そうですね、大学2年生の時だったと思います。はい。それ何かきっかけがあったんですか？大学2年生の時にこのインターネットの世界で何かこうビジネスも大学時代からやろうっていうきっかけになったのって何かあるんですか？直接的なきっかけは、もともとバンドやってて、で、まあ、その東京のバンドってライブハウスにこうスカウトマンとかが来るんですけども、まあ、ご多分に漏れず、幸か不幸か、自分のところにも楽屋にスカウトマンを名乗る人物が来たんですよ。で、君らなかなかいいじゃんみたいに、こうね、なんか調子のいい感じで来るんですよ。業界人っぽい感じの雰囲気で、こうプロデューサー巻きしたようなおっさんが来て、いいじゃん君たちみたいな。俺ね、まるまるもまるまるも A も B も C も俺が手掛けたんだよみたいな人いるじゃないですか。なんか本当かよみたいなんですけど、本当かよって感じなんですけど、そうなんですかってバカなんで、
ね、真に受けちゃうわけで、お前らもさ、見込みあるから俺が面倒見てやろうと思ってるんだけどみたいな感じで話が始まって、うん、まあ、でもその大人のね、世界の話なので、まあ、契約金とかもいるんだよみたいな、あ、全然そんなのやりますって言って、自分がその消費者金融とか行って、お金かけ集めてきて、まあ、お支払いしたんですけども、結局、詐欺とは言えないのかもしれないけども、のらりくらりかわすんですよね、こう、あ、今、ちょっと今、うん、あの最近、そのデビューするみたいな話なんですよ、もともとの案件としては。うん、はい、どんな感じなんですかみたいな、あ、今ちょっと調整してるから待ってみたいなのを、のらりくらり、のらりくらりで。で、結局何もなんなくて、で、残ったの借金が300万ぐらいあったんですね、その借りたお金として。なるほど。なので、ね、なるほど、うん、そうですね、なんでバイトじゃ返せないよってところの中で、自分が、ね、できることベースで実は起業をしたっていうのが一番最初で、まあ、なんかこの世の中、今、好きなことで起業しようみたいなこと多いじゃないですか、生きてくる。はい、はい。自分の場合はできることベースだったっていうのは、多分ちょっと違うところなのかなとは思うんですけど、そんな感じの起業でしたね、一番最初は。なるほど、でもすごいですね、それをきっかけに、それが、その事件が起きなければ。今の原田翔太さんはいないってことですよね。そうですね、なんか今日のテーマの枠を外すみたいな文脈で言うと、うんうん、その枠を外されちゃう事故みたいなものって結構大事かなと思ってて、まあ、いわゆる事故るっていう言葉、事故るね、その渦中にいる時って不幸のね、うん、なんか主人公みたいな感じになっちゃうんですけども、うん、なんか人生大きく変わる時ってなんかいくつかかなと思っているんですね、うんうん、はい、まあ、人、うん、やっぱ一番でかいのは人との出会いだと思うんですよ。誰といるかとか環境が変わるみたいなのが一番でかいと思うんですけども、うん、はい、事故によって環境を変えざるを得ないみたいなのも一つ枠を外すきっかけにはなってるなと思ってて、うん、多分僕はそこがなかったら割とこうつつがなく普通に大学出てどっかに就職してたんじゃないかなと自分でうっすら思う部分もあるので、うん、だからあの事故がなければ多分起業家原田翔太みたいな人は今いないんじゃないかなと思う。わじゃあ本当になんかその当時はちょっと大変だったけどありがたい事件ですね、今となっては。まあめちゃくちゃ大変でしたけどね、本当にあの野郎あのおっさんとか思ってましたけど、うん、まあ、今思うとあれ、あの事故のおかげで今の生き方が始まったなと思ってますね。だからなんかそのね、すごい短期的に物事見ると一時の評価と中長期で見る時の評価ってやっぱ違ったりする部分ってあるじゃないですか。はい、はい、うん、何でもそうだなと思ってて、どこにつながるか分かんない偶遇性みたいなものを味方につけると、なんかスルスルスル違う、うん、自分も想像もしえなかったところまで行けたりもするのかなと思ったりするときは最近ありますね。なるほど、だから原田さんはよく事故れっていうわけですね、私たちにもね。もう事故らないと、鈴木さんも事故りまくってますけどねちょっとここで話してもね、なんか内輪ネタみたいになっちゃうからあれだけど事故ってますね、いやでもね、はい、うんまあそうですよね。でもその中からね、起きてくるいろんなことはありますよね。やっぱ事故ってね。まさに、野上さんも今事故って、事故の中からね、あの、起業したっていうのがありますもんね。そうですね。大事故でしたね。大事故。そうそうそう。ね。でもそれがあったからっていうところありますよね。でも本当にそうだなと思ってて、例えばね、コロナなんてみんなにとって事故だったじゃないですか。予期もしなかったし、予想もしなかったし。はい、こんなに長引くと思わなかったけど、でもコロナのおかげで一気に本当にね、いわゆるテレワークとかリモートワークが進んだし、はい、一気にオンライン教育みたいなものを進んだし、はい、僕この収録のちょっと前までボイトレ行ってたんですよ、六本木に、うんうんうん、はい、ボイトレとか音楽の世界なんかもう興行ができなくなっちゃったから、もう本当に YouTuber の数めっちゃ増えたんですよね、うん、新しいスタイルの音楽ビジネスみたいなものもできたし、うん、なんかこのうすうすみんな後の未来はこうなっていくんだろうなっておぼろげに思ってたものに一気に1年間でこう詰まったというか、うんうん、っていうのってやっぱ事故から始まってる部分ってあるじゃないですか。なんかそれを含めてこう進化のきっかけかもしれないなとは思いますよね。うん、確かにそうですね。やっぱプラスあとは、ね、事故とプラス借金みたいな、こう追い込まれるみたいなところっていうのはすごい大事ですよね。うん、なんかそれってね、有無を言わさぬっていうことだと思うんですよ。有無を言わさぬ強制力みたいなものだなと思ってて。はい。なんか有無言えてるうちって結局みんなそんなに本気で着火してやらないので、有無言えなくなってからが勝負なんだろうなと思うんですよ。だからどうやったら自分を有無が言わせられないところにまで持ってこれるかどうかみたいな。確かに。でかいなと思ってて。
そうですよね。本当だからもう最近女子たちに本当借金した方がいいとかね、やっぱ自分のサロンを持つとか、なんかやっぱりそういう何らか自分で覚悟を決める何かがないと、やっぱり先に進めないよねっていう話はすごい。そうね。あのヒリヒリする感覚と仲良くなれると伸びやすくなるなと思ってるんですよ。うん、素晴らしい。今の時代の起業ってすごいインスタントになってるし、鈴木さんがね、うん、その起業した頃も多分はるかにそのインフラとか整ってるし、うん、無料でできることが広がったと思うんですよ。はい、うんうん、例えばね、今こうストリームヤードでこう YouTube 撮ってますけども、はい、昔じゃあ自分が講演会をこうライブ配信しようと思ったら、うん、もう本当でもたかが2012年とか3年の話ですよ。はい、うん、その時はねもうストリームやろなかったからユーストリームっていうのを使ってたんですね、うん、YouTube ライブとかもなかったんで、ユーストリームで業者呼んできて1回の講演会2時間の収録をライブ配信するのに100万円以上経費かけてましたからね。うーん、今なんか iPhone でできるじゃないですか、もうこれで、はい、ハロー YouTube になってますよねこんな状況じゃなかった。だからそのリスク取らないでもできるし、お金かけなくてもできるし、ヒリヒリしない中で、マイルドな環境の中で、なんとなく経済が成り立っちゃうんですよ、まろやかに。ゆえに、ヒリヒリする感覚になかなかなりにくいと思うのね。だから、鈴木さんの言う通り、物的にサロンを構えるとか、はい、借金して何か新しいことを仕掛けに行くとかみたいなものに、ある程度、初期のうちに慣れとかないと、そのままずるっと10年間いっちゃったら、もう勝負できない体制のままよねっていうのは、思いますよね。確かにそうですよね。でも、原田さんはそのね、借金がある中、自分でビジネス始めて、その借金が返し終わったらというか、なんか、でも大学生の中で、なんか会社員になる、社会人になるっていうのも、一つの選択肢としてはきっとあったんですよね。うん、ありましたね。自分の場合は9年間在学してたので、なので27歳まで多分っていうか在学してたんですね、大学に。すごい長い大学時代をね送ってたんですね。すごい、3回中退してますからね、なので27の時にね、うん、今一緒に仕事してる長倉健太さんっていう編集者の方がいるんですけども、その方と出会って一緒に会社を作るまで、自分はうっすらここに就職っていう選択肢は残してましたね、ずっと。あ、そうなんですか。そこまで残してたんですね。自分は残してましたね。その当時ですでに本は5冊出してましたし、年商で1億切ったことは多分なかったと思うんですけど、まあそれなりにね、あのちっちゃい会社としては優秀だったとは思うんですよ。で、周りから成功してるとは言われてたものの、なんかこう就職してない人生ってつまんないなって自分は思ってて、みんなほら世の中って早く会社辞めろみたいな風潮あるじゃないですか。でも雇われてないと経験できないこと自分は経験してないから、就職も一つだよねとずっと思ってましたね。なるほど。あ、でも長倉さんとその会社を作るみたいな時に、なんかこう覚悟決まったみたいなところもあったってことですか？いや、ちょうど大学が退学になったタイミングだったんで、あの単純に新卒って選択肢がなくなっただけ、事故です、事故。で、長倉健太さんって、ちょっと知らない人申し訳ないんですけど、あの歩く事故みたいな人なんですよ、本当に。本当にあのエピソード出したらキリがないぐらい事故りまくってきてる人なんですけども、うん、なんか歩く事故みたいな人と出会っちゃったのもあるから、なんか、うん、その選択肢をその時点では、やっぱなくしましたよね。なんか年齢的にも、いいや、こういうふうに来たんだしみたいな、なんか割り切りになりました、やっと。ああ、でもやっぱそこは覚悟があった感じなんですね、やっぱりね。こっちに行こうって決めるみたいなところは、起業家として生きていくことを自分の喜びだしプライドにもしていた反面、うん、なんかその欠損してんじゃないかと思う自分も感じるんです。やっぱり社会不適応になりやすいし、起業家って、でいわゆるね、常識知らないだろうって言われたらあれだし、例えば自分の場合マーケティングのコンサルタントなので、経営者の方に経営のことをねお話しするときに、お前就労経験ねえだろって言われちゃうとそれまでなんですよね、正直。だからなんだみたいなところあるんですけども、そういう意味でやっぱその自分が経験してないことって、その立場にいる人からすると説得力欠いちゃうので、サラリーマンの人に自分が言っても、原田さんってだって学生から起業してたんでしょ、スーパーマンじゃんって言われちゃうんですよ。なるほど。私たちの気持ちなんか分かんないし、境遇も理解できないでしょって言われちゃうとそれまでなので、なんかそれの方が嫌だなと思って、だから1年でも2年でもいいからどっかに就職しようかなと思った時期はありますし、
実は未だにあります、未だにどっかで働いてみたいなって今も今日も思ってました、うん、なるほど、でも新しい、あとだけあのスタバとかでバイトしようかなとか。いや違います、そっちじゃないよね。そこじゃないですよ。朝6時から10時ぐらいまでなんかラテとかっつって、ラテ喜んでとかっつって、なんかこう、はい、ラテでございますやりたいな。いや、今でも思いますね。なんかどっかでサラリーマンやりたいですよ。よ。いやでもめちゃくちゃそれスーパーサラリーマンに絶対なれますよね、原田さん。いやでも多分朝来ないんですぐクビになるんじゃないかなみたいな。そっか、朝は、ね、夕方頃にやってきてなんかちわーすって言ってなんかこいつやばいやつ来たみたいな感じで、そうだなみたいな、なんかめんどくさいからってあのタクシー通勤みたいな、ウーバーで通勤みたいな、えらい身分だなお前みたいな、すいませんみたいな。でも今オンラインもあるしね、結構やっぱり外資系だとなんかフレックスもあるから、原田さんの感じでも全然お仕事できると思うな。なのでね、これ見てるなんかどっかの偉い社長さんいたら、あのこの人を雇ってみたいと思ったらぜひオファーをいただければと思います。サラリーマンに喜んでなりたいと思います。でもいらっしゃるんじゃないですか。ちょっとこの YouTuber 見てないと思うんですけど、申し訳ないです。いやでも絶対いらっしゃると思いますけどね。いますかね。めちゃくちゃ優秀だと思う、めちゃくちゃ仕事できると。まあまあだからね、あのちょうど今実は今現役で大学院生もやってるんですよ、うんうん、週3、4ぐらいで今大学院の研究とか授業とか受けてたりとかして、うんうん、また再び学生やってるみたいな感じなんですけども。まあ、なんで終わったら新卒にもう一回なれるから、今度こそ就職してもいいなとか思ったりして。ねえ、楽しみですね。その原田さんの生き方は。サラリーマン原田翔とどんな感じなんですかね、なんかね。すごい、見てみたいから、ちょっとやっていただきたい気持ちはあるんですけど。ね、ちょっと見たいじゃないですか、自分も見たくて。ちょっと見たい。うん、このザイヤで鍛えた飲み会芸をサラリーマン社会で通用するのかみたいな。いや、まあ、本当に通用すると思います、めちゃくちゃ。めっちゃパワハラとかでなんか訴えられそうですよね。そうですね、若い子にやると訴えられちゃうんで、会社の中だと ね。はい。でもその起業して19年もうちょっと、そうですね、18からなので、まあ18年か9年かそのぐらいだと思います。その中ででもこうまたなんかいろんな壁というか枠みたいなのってきっとありましたよね。てか、いや多分想像絶する壁がたくさんあったんじゃないかなって。続けてくるのって一番大変だと思うので、なんか印象に残っている壁はありますか、原田さんの。いろんな壁はやっぱあったんですよね。本当にかいつまんでにしかならないと思うんですけど、うん、そうね、やっぱ自分の場合は雇われたことが、うん、まあアルバイトとかねしたことありましたし、起業した後も人の下で働いたことあるんですけども、うん、正しく組織の中にいなかったので、自分がいきなり組織の長なわけですよ。うんうん、はい、一番最初に雇った社員が自分よりも8個とか7個とか上のお兄ちゃんお姉ちゃんたちだったので、うんうんうん、部下がいきなり年上で社会人経験あったりとか、ね、そういう人たちをじゃあボスとしてどう使っていくのかみたいなことって独学でやっていくしかなかったみたいな、うんうん、それってすごいそのノウハウとか頭の良さとか勉強できるとか関係ない世界でやっぱ人間力みたいな部分だったりするじゃないですか、マネージメント、はい、うん、その時に自分の枠外さないといけなかった。ルール通りに動かないのがやっぱ人間なんですよ、うんうん、で大企業でもなければルールなんかできてない状態なので、はい、うん、その枠がない中で枠を自分で創造しに行かないといけないっていうのは結構新しいというか挑戦ではありましたよね。なるほど、うん、やっぱりその社長の器以上に会社は大きくならないっていう言葉は本当にその通りだなと思ってて、だからそのために枠の確保みたいなものはすごい自分の中で課題としていろんなフェーズごとにありましたよ。そうですよね。だから経済的にね成功するのは簡単っちゃ簡単なんですよ。そのあんまりその誤解してほしくないんですけど、極端なこと言うとね、一人が飯食っていくみたいな意味での成功って割とシンプルで、お金稼ぐ方法って今いっぱい世の中にあるんで、なんですけども、じゃあそのお金を本当の意味で生き金にして後世に代々ねこう受け
渡せる価値を世の中に生み出していくっていう、この本当の意味での業を起こすって意味での企業っていうのは、一筋縄ではいかないですよね。お金儲けはいっぱいあるんだよ。だけどそれは企業と呼べんのかっていう点において、企業じゃないことやってる人いっぱいいるなと思っていて。なるほど。起こすみたいなことに挑まねばなっていうふうに初期に思いました。自分はその本にも書いてるんですけど、22歳で1億稼いだっていう、はい、が売りだったので、文字よりその通りなんですけども、うん、なのでその枠を外すためにその時稼いだお金はね、ほとんどね使っちまいましたね。どう使ったかっていうと、当時って IPO バブルだったので、うん、サイバーエージェントとかが上場したての頃ぐらいだったので、はい、東京のね IT 企業ってすごい活況だったんです。鈴木さんも、ね、IT 企業いらっしゃったから分かると思いますけど、まさにその時に、ね、もう人になってからその中で、はい、もう本当に IT ベンチャーの優ですよ、本当に政策の。そういう世界のスタ、今でいうスタートアップみたいなところにエンジェル投資家になったんですよ、若い時なんですけど。そうなんですね。だから本当に700万とか800万とかドンって、いわゆるシード投資みたいなことやって、お金出してあげて、でそのうちの1社の中に自分もジョインして。なるほど。今でもあるんですよ。ウィルゲートっていう会社で、今、社員120人ぐらいで、売り上げ10億ぐらいなんですけども。っていう会社を創業を一緒に仲間としたりとかして、うん、だからその時に、それこそ社員が一気に40人だったのかな、ドーンって増えて、で、なんていうのかな、今までと違う理屈の中に自分が突っ込んでたんですよ。何かというと、今までで一人、親方企業みたいなもんなんで、はい、他の人たちいても、うん、なんか、完全に言うこと聞く環境じゃないですか。はい。はい、いわゆる会社前とした会社をやろうっていう流れの中で、全くこう、バックグラウンドも違う人たちが寄り集まっている会社を初めてやったんですね。うん。で、ね、それこそ50代の部下もいるし、40代の部下もいるし、はい、自分ら全員マネジメントは20代なんで、うん、その子たちがね、本当のみんな大学生ですから、はい。おじさんおばさんたち使ってお金儲けするっていうの結構大変で、うん、そうですよね、はい、めちゃくちゃ大変ですよね。めちゃくちゃ言うこと聞かないですから、基本的にはお前らに何が分かるぐらいに内心多分思ってるって言わないですけど、うんうん、だからその中で、立ち回りすごい難しかったですよ。リーダーシップみたいなことをすごいその時は問い詰められたなと思ってて、確かに、なかなか20代でね難しいですよね。そうですね。で、投資家もいたので、はい、いわゆる個人株主と、あと、まあ、うん、VC とかもよく話しに来てたんで、その、投資家さん向けの顔もあるし、事業会社として顧客向けのこともやんなきゃいけないし、うん、内部の40人たちをこうチームバインディングしていかないといけないので、まあ、いろんな方面で自分の枠みたいなものはすごく膨張しないといけないというか、拡張というか、膨張しないと間に合わないって感じでしたね。あ、逆に枠を超えるんじゃなくて、うん、自分を膨張させなきゃいけないっていうことですね。人生で一番働いてましたね、僕は。今はね、割とのらりくらりやるスタイルでやれてますけども、当時は本当に、終電で帰ってたんですけど、1時の終電で2時に帰ってきて、2時から4時まで自分の会社をやってたので、自分の会社の日報に読んで、指示と返事を書いて、4時とか5時に寝て、8時から朝礼だったんで、2時間とかしか寝てなかったですね、毎日本当に。その会社やりながら、はい。うん、2社やってたってことですね、大きい。3社やってました。3社?3 社やってて、代表が2社と、そのやってウィルゲートってスタートアップでは常務取締役だったんで、トップではないんですけども、うん、まあ、いわゆる普通の会社なんで、普通に朝8時から夜までって会社なんで、うん、そんな感じでした。で、土日も役員会とかあるんで、普通に毎日休みなかったですね。まあでも そこは枠を、まあ、広げるだけど、ある意味枠は超えまくった感じの成長痛だと思ってましたね。ミシミシするなみたいな、骨が痛いな、きしむなと思ってたけど、でもなんかある意味こう20代の前半でそういう試練の中に生きれるのは幸せなことだなとも思っていたんですよ。確かで、自分はその借金みたいなところから始めて、あの時は結構どん底だったんで、あの変な追われる気分と比べたら、自分で背負い込んでる分まだまだマシだなって思えた。なるほど。
だから辛くても自分で選んだことなら頑張れるじゃないですか。うん、だから自分を裏切らないためにまず自分が頑張るみたいな感覚があったし、その先に自己拡張した先に自分が背負える未来にワクワクしてたっていうのも走れた理由なのかなとは思います。すごいですね。やっぱその20代の前半でそんな経験をしてるから、やっぱり原田さんは、まあ、まだね、30代ですけど、もうなんか60歳ぐらいの貫禄があるっていうことなのかなって今思いました。経験値が違うのかな。まあ、でもその中でやっぱ気づいたのは、自分は人ともっと密に関わりたいんだなっていう、すごい自分の本心みたいな部分に気づいていったんですね。うん、そのね、IPO を前提にして動いてるベンチャーなので、基本的に単月で黒字を積み重ねていかなきゃいけない、で売上も右肩にしていかなきゃいけないのを2年間やらないと上場できないんで、あの1秒たりとも休めないっていうか、単位でずっと成長し続けないといけないって課題になっていくんです。そうするとお客さんにじっくり向き合うっていうことよりも、やっぱりどうしても理屈上目先の売上を作らないといけないので、その個人の意思とか思いとかはちょっと置いてかれちゃうんですよね。どうしても企業の論理が優先する世界なので、それ飲み込んでやってたんですが、やればやるほどもっと人と密に関わりたいなってすごく思った。だから今ね、多分鈴木さんとかうちの講座とか来てくださってますけど、はい、まあ無駄に長い懇親会だったりするじゃないですか。4次会とか3次会とか4次会みたいな。すべての人に光るだからね、原田さん。そう、すべての人に光るなんだよ。その無駄なコミュニケーション含めて、なんかその人が織り込んできた人生みたいなものと交われるのっていうのはすごい喜びなんですよ、率直に。だってね、じゃあヒアリングしますって言って30分間なんかアウトラインみたいなのをなぞるだけのこと聞いてみても、何にもその人のことわからないので、その人の良さもわからないし、それでこうジッパ人からげにした一律にね、こうやればうまくいくんですよみたいなソリューションを提案して売ってみても、本当の意味でクライアントが望む未来に一緒に進んでるのかっていうのはすごい疑問だったんですね。そうじゃなくて、もうちょっとこう、なんていうのかな、俗人的というと言い方がネガティブに聞こえるかもしれないんだけど、そのヒューマンファクターみたいなものって実はビジネスの中ですごい大事だと思っていて、そこが全てだと思うから、はい、だからなんか僕は仕組み化とか、なんていうのかな、効率化合理化みたいなことよりも、その人じゃなきゃできない領域を徹底的に濃く深くするっていうことに関わりたいなというか、そっちの方が面白みを感じたんですよ。なるほど、なるほど。めちゃくちゃ原田翔太さんって感じですね、それはね。だから、鈴木さんがやられてるような工事とか、はっきり言って世の中で工事って別に誰もやれなんて言ってないの、鈴木さんが勝手にやり始めたわけじゃないですか。はいはい、本当。雑な言い方すれば頭おかしい世界なんですよ。何かわけわかんない、この人みたいな。だけど、鈴木さんはなんかのっぴきならぬ何かをそこに感じて、はい、私の半生これに閉じてみようとそこに腹をくくったわけじゃないですか。はい、そういう人の戦いをね、やっぱり関わりたいと思ったのよ。だってキラキラのスタートアップベンチャーでさ、ちょっと鈴木さん、広告出しませんかとか営業かけてみても、鈴木さんの人生に関われないじゃないですか、ほとんど。ああ、でも、まあ、そう、本当そうですよね。一人一人の本当人間に関わっていくっていう感じじゃ、やっぱり、IT とかのね、本当に IPO みたいなところは全然違う感じですもんね。そうですね。だからそういう意味で言うと、それまでの自分ってすごい合理主義の権化だったんです。無駄がすごい嫌いだったんですね。うん。本当に無駄が嫌いで、ホリエモンの言ってることすごい分かるタイプの人間だったんですよ。もう時短正義だし、非効率なもの全部排除してたし、ありとあら、だから心がないって言われてもおかしくないぐらいには、あの、すごいそういう、なんていうかな、時間術みたいなこととか、追求したし、生産性管理みたいなことに躍起になってたし、なるほど、いかに手間を減らすか、いかに効率化するか、いかに合理的に生きるかみたいなのをすごい追求してましたよ。今の原田さんからは想像できないから、でもやっぱりそこって本当になんか対局を経験してるから、やっぱり今の本当の本質みたいなところで自分が求めてるものが分かったっていうことなんですね、きっとね。そうね、だから今はほら歩く現代文化みたいになってるんじゃないですか。サブカル含むなんか文化の山エトセトラの権限みたいになってますけど、そういう昔はね、そういう情緒的なものが嫌いだったんですね。そうなんだ。だからちょっと変な話なんですけど、僕高校生の時から読書っていうと新書以外読まなかったんですよ。はい、漫画も読まなかったし、
映画とか大嫌いだった、小説も理解できなかったんです。なんでかっていうと、誰かの、なんつうの、おとぎ話だと思ってたんですよ。なんか架空の話を聞いても役に立たないじゃんと思ってて、単純な話。あ、新書っていうのは大体現代の社会にまつわるあれこれ読み解くための知恵だじゃないですか、教養じゃないですか、うん、はい、これはまだ何かに役に立ちそうって見えるんですけど、うん、そのぐらいねつまんない男だったんですよね。もうリアリティというか本当に、ね、そうその現実に役立つものしか全然興味ないみたいな、そうそうそう、なんか役に立つもの以外の価値が認められない強小な感性だったんですね、うん、だけどその役に立たない雑多なものも含めてこの世なんだなっていうこのあらましが見えたときに、なんかその無駄まで含めて許容できる自分になれたなっていうふうに思いますね。それからなんかすごく素朴になれたというか、うん、なんか許容できる範囲が広がりましたし、関われる人たちの人種も変わったなと思いますよ。だからそれって文字通り自分の枠を超えていくとか外すみたいな世界なんだろうなというふうに思いますよね。すごい、なんかそこを経験した対局に、なるほど、そうやって来るんだなっていう感じが